はいそれでは第14回目の移、えー、動物学今日はあの原虫について勉強しますで教科書はいつもの、えー、まあ、こちらの教科書を準備してくださいそれでは教科書の69ページからになりますでこれまでは、えー、多細胞生物の寄生虫だったんですが教科 今日勉強する原虫、これは単細胞生物になりますので、えーま、生活史等はもう全く別のものになります。で最初にまずあの、総論を、えー、勉強して、それからその原虫の既成部位による、そ,のそれぞれの種類の原虫を、各、えーま、論を解説していきたいと思います。でまず、あの、原虫の総論についてですね、 えー、ま原、あまあどうやって、えーまあ、栄養を摂取していくかと。でこれは、あのー、まあ、消,化化消化器当然、あの単細胞生物ですので、えー、まあ、消化管のようなものはありません。で、えー、まあ、液状のあのー、栄養成分というのは、体表からの、まあ、浸透によって吸収されていきます。で、えー、もう固形物であれば、まあ、アメーバーのような。あのー 生物はこの義足とかを出したり、あとこういう口のような器官によって取り込んだりすることで摂取しますと。で排泄については、多くは外出を通して拡散によって排出していくと。で生殖については、ほとんど無性生殖で分裂をしていきますと。 でまあ、二分裂で、えーまあ、分裂するものが多いですよと。で、えーとまあ、放臭類ですね。えーまあ、これはあ、まあ、無性生殖でも増えますし、有性生殖で、えーまあ、増える時期も、まあ、そういう生活種もあります。でえーまあ、それでは、それぞれの、えーとまあ、寄生部位によるそ,のそれぞれの原虫について紹介していきますが。 まあ、腸管と皮尿器と、まあ、血液組織規制の、まあ、原虫ですね。で、まず、あの、腸管、腸管内規制原虫、えー。教科書は七十一ページ、えー、になります。で、腸管に規制する原虫は、主に、この、三、種類。まあ、分類されてて、まあ、アメーバー類、あと、鞭毛虫類。ええー、胞子虫類と。で、えー、まあ、このアメーバー類を、まず、あの、説明をしたいと思います。 で代表的なアメーバー、人に病原性を持つのは、このセキュリアメーバーになります。で、このセキュリアメーバーっていうのはですね、えっ、ー、と、まあ、教科書の72ページに、そのセキュリアメーバーの写真がまあ,ありますが、えっ、ー、と、まあ、このセキュリアメーバーっていうのは、まずあの第5類感染症に分類されていますので、えー、まあ診断された時点であの届け出をしないといけません。 で、えー、私たちにはどうやって感染するかというとですね、えー、まあ4角の脳脂ですね、まあ核4項を持った脳脂、シストですね、まあこのこれはまあ成熟脳脂なんですが、これを私たちがあの経口摂取することで感染しますで、えー。セキュリアメーバーの栄養型ですね、教科書の72ページの、えー 左上の写真ですかね、写真4の1って、えー、書いてる写真があるんですが、えーまあ、これがセキュリアメーバーの栄養型の,あの写真になりますで私たち。私たちはこれを食べても感染はしないんですよ。えー、感染するのは、この写真4の2ですね、えー、の,あのシストですね、四角のを持った、まあ、シストですね。 脳死まあ、これを経口摂取することで感染しますで次、セキュリアメーバーの生活史ですが、えーまあ、この四角脳肢を経口摂取して、えーまあ、その脳死はあの、まあ、消化管を通っていって、まあ、小腸でこの脳死が脱脳しますとでそうするとア、まあ、メーバー、まあ、栄養型になっていきますと で、症状としては、多くは無症候性の感染者、シストのキャリアになります。分糞便中にそのシストが作られていきます。この栄養型がまたシストになったりするんですよね。で、えっと、腸アメーバー症と、あと腸がやメーバー症とありますが、腸アメーバ症。 でこのセキュリアメーバーの栄養型っていうのは、実行あえっとまあ、組織誘拐構想、これを賛成します。でそれで、えー、人の大腸の組織をあの壊していくんですよね。で、壊したときに出血をします。で、そのときに出血したときの、その赤血球を、このセキュリアメーバーというのは A3 にしていますので、まあ、積極的にこの大腸を破壊していきます。 でえーまあ、それによって、えー、この便がですね、いちごゼリー状のお粘血便を、まあ、停止します。でこれは、糞便検査のところでもあの、まあ、形状出てきたと思います。でこれがあの、えーまあ、腸アメーバー症になりますね。栄養型による症状ですね。で今度は、腸外アメーバー症ですね。でこの大腸をあの栄養型が破壊していきますので、 えーまあ、それによって出血して、えーまあ、腸壁にあの栄養型が侵入をしていくと、あの血流を介して、えー、肝臓とか、まあ、脳とか、まあ他の臓器にあのこのアメーバーが転移していくんですよねで。その転移した臓器で、えー、脳葉を、まあ、形成すると、まあ、それによって引き起こされる症状が、障、ま、害、あ、アメーバー症になります。 で次、セキュリアメーバーの検査法になります。でもちろん、これは糞便検査になります。でえーとまあ、キャリアの場合は、あのまあ、このイチゴゼリー状の連結弁は定義しないで、まあ、普通の有形弁で。この有形弁の中にセキュリアメーバーの脳子があの検出をされますで。それはこのヨード,ヨードカ仮染色っていうので、えーまあ、シストを染色をしますと。 でえーとまあ、発症している場合は、この、まあ、下痢弁とかイチゴゼリー状の粘血弁になりますねで。このイチゴゼリー状の粘血弁には栄養型が含まれますので、えー、この栄養型っていうのはあの冷蔵庫とかに入れてしまうと低温だと死んでしまうので、えーまあ、検査をするまで、えーまあ、37度とかで、えーまあ、保温して、 アメーバーが生きた状態で、まあ、その動いている様子を観察するということがまあ重要になります。死んでいる状態のアメーバーは、ちょっと同定、まあ、が非常に難しいです。で、えーとまあ、この栄養型を検出する染色法としては、この鉄ヘマトキシリン染色ですね。 でえー、あと、この動いている、あのー、アメーバーをよく観察して、赤血球を食べているかどうか、まあ、これも観察すると。で、えーまあ、教科書の72ページには、赤、あのーまあ、リアメーバーのシストとか栄養型の写真が記載されています。で、えー、真ん中に表の4の1があるんですが、 今、勉強したのがあのセ赤リアメーバーになりますが、アメーバーはあの他に何種類かあるんですよね。で、えー、人に対して病原性を持つのがセ赤リアメーバーになります。で、このセ赤リアメーバーなのか、他のアメーバーなのかの鑑別っていうのがあのまあ臨床上重要になっています。で、その鑑別ポイントが、その表にまとめられていますね。その成熟脳死の えーまあ、核の数とか、あとはまあない、まあ、何を食べてるかですよね。赤磁波は石鹸球で、他のアメーバーは細菌をまあ餌にしてますね。それでは、えーとまあ、アメーバー関係はまあ以上ですねで。あと国家試験のちょっと問題を解きたいと思います。赤磁波はよく出題されます。 で、国家試験の54回目ですね、下痢弁中に検出された中体を別に示すと、まあ、こちらの写真ですね、まあ、これがまあアメーバーになりますね。でこれが生きている状態だと動いていますとで。中に赤血球をあの捕食していますということで、まあ、答えはこれはまあ1番の赤離アメーバーが答えになります。 で次、59回目、えー。性行為感染症はどれか。このセキュリアメーバーは STD の一種でもありますので、まあ、答えは5番になります。で次、61回目。原虫と検査材料の組み合わせになりますで。答えは3番ですね。正しいものはセキュリアメーバーの脳死と、まあ、分べん、有、ま、形、あ、弁になります。まあ、これが答えです。 それでは次は、えっ、ー、と、長官、長官内規制原中のうちのこの弁毛虫類について、あの、勉強していきたいと思います。